美味しいか。これはね、オフ会でいただいた、ポンチュールってやつかな。まあ、耳はね、まだ、こう、ね、ほら、感知はしてないんですけど、エリザベスカラーをつけるほどではないのかなと思ったんで、ちょっとね、もちろん薬は塗りながら、ひどかったらまたつけるって感じで、一時的にちょっと外そうかなと思います。まあ、またもしかしたらエリカラつけるかもしれないんですけども、しばらくはね、ひどくならない限りは、ちょっとね、様子見ながら薬を塗るって感じで、ちょっと外してあげようかなと思います。ちょっとミミちゃんよりだいぶ豪華な食事になってるけど、それは二人だけの秘密にしとこう、野良くん。OK？ 野良くんよかったね。外れて。ちょっと。外れたからってあなた。はい、どうでしょうか、これ。野良くんの耳。まあ、完全ではないけど、だいぶマシになってきてません？もう。はい。ちょっとね、おけけが抜けてますけども、襟からをつけてない状態でも、治療すればなんとかなるかなと思います。ほらくんもう完璧にさ、お耳治ってない？ほら。ほらほら、ほぼ、もう、大丈夫だよ。よかったね。ほらくんがね、エリザベスカーラーつけてる間ね、温かいコメントいただいた方、本当にありがとうございました。なんとかね、無事に。いい感じで今治ってます。なんか耳もうだいぶいいんじゃない？うん、ほら何もないよ。もう、ね、よかったね、治ったね、奈良くんね。